ソウルの有名観光スポットイクソンドンに潜む、初心者さんもくろうとさんもうなる濃厚スンデモツ鍋。殿堂入り。おなじみジョンノサンガ駅6番出口、ここから路地に入るとすぐに古民家をリノベーションした人気スポットイクソンドン。その外れにはそのまま映画セットになりそうな焼肉通りがあって、さらに少し入ったところに焼肉屋に紛れて一軒だけスンデモツ鍋の店がある。目立たない佇まいだけどいつも満席、夜は地元の人の行列ができる。一人分の豚の腸詰めスープスンデクッと、大中小のスンデモツ鍋の専門店。お昼はスンデクフを食べる人が多い中、スンデモツ鍋のショーを注文した。めっちゃドハな女性よ。めっちゃスンデだけ煮えれば食べられる。めっちゃ美味しそう。美味しそう。ジンロガエルのエプロンつけて。いいよね、これ欲しいんだよね、私。おっちゃん。うん。何？もちもちだね。もちもちなの？うん。シワがないじゃん、だってね、ツルツルしてるよね、うん、なんでなの。もちもちじゃん、うん、美味しいね。もつの匂いしない、全然違う、刻みが全くない、ね、もつがすごい洗練されちゃってる、うん、ツルツルだよ、うん、美味しい、うん、すごい。さて、スープのお味は。韓国にしてはこってり系の濃いスープで、豚骨ラーメンみたいなところにエゴマの粉がたっぷり入っている。最後、おこんぱがあるのかな。あるある、あるラーメンもあるし、おこんぱもあるよ。そう、悩みを。あー、悩むね。これラーメンも入れたら絶対美味しいよ。濃厚でちょっととろみがあるよ、うん、あ、これはちょっとすごいね。半身も入ってるね、うんうん、濃厚スープでグツグツ煮込まれたもつとスンデと春雨と野菜。スープをしっかり吸ってものすごく美味しいごった煮に仕上がっている。うわ、うまそう。あ、いいの、入れんの、うん、ありがとう。やっぱスンデとコプチャンとケンニップとタンミョンは黄金のカルテットなんだね。あ、そうそう、カルテット、カルテットだね。いつも仲良しだもんね、うん。スープを吸った野菜と春雨、このスープで煮込めば何でも美味しくなりそうだ。これラーメンもコッパンも食べたいけど、今普通に白いご飯も入ってる。あー、白いご飯ね。スンデも春雨だけじゃなくちゃんと具が詰まっている。スンデうまい、うん。すぐ満席になった。入るとき並んでた？入るときは私が一番乗る。シャッター降りてるときか。順位的にはコクンパ、ラーメン、白ご飯。コクンパだけするラーメン。ああ、もうそれはお任せで。
あの白ご飯で食べて、あとご飯を食べて。やるよ、コンギパックゲよ。お待ちかねの白ご飯、半分は汁に混ぜる。だいぶ煮詰まってさらに濃くなったもつ鍋をかけて、いざ。これは美味しくないはずがない。さあ、白ご飯とまってよかった。美味しい。これ、旬でホルモン系好きじゃなくても美味しくない？美味しい。ああ、分かんない。私、自分が好きだから。あ、そうか。自分が好きだと分かんないよね。うんうん。私、でもあえてホルモンとかじゃないんだけど。うん。ね、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。うん、美味しい。ここ、殿堂入り。美味しいね。韓国は、鍋の締めも雑炊じゃなくてチャーハンだ。まずは汁を大体すくってから具を細かく切り刻む。いや、満席になる理由がわかるわ。あ、わかるわ、うん、めっちゃ美味しいもん。間違いなく美味しい、うん、あ、飛んだ、ごめん。もう大丈夫だ。海苔をたっぷり入れて。ご飯結構ある、結構ある。海苔すごいね。いっぱい入れちゃった。入れちゃった。汁もうちょっと入れて大丈夫かな。うんうん、ベチャってならんかな。えい、えい。ごま油を回し入れて。うわ、すごい量だね。すごい量だね。すごい量だ。いっぱい半とは思えん、うん、もつ鍋締めのチャーハン完成。もつ鍋のこってり味がご飯によく絡んで、海苔の香りも最高に合う。うん、ま、おいしいね。海苔どっさりで正解だ、うん、お腹ははち切れそうなのに止まらない。もうあかんわ、うん、鍋の底までこそげ取って。厨房では自慢のスープを仕込み中。うわー、美味しかったね。すごいすごい。かわいいね。さて、ここはイクソンドン。お腹がはち切れそうでも古民家カフェに入ってコーヒーで締めれば完璧だ。大丈夫、カフェは別腹だから。